はい、始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも、よろしくお願いします。よっ。じゃあ、たまには、自分で自己紹介しますか。今日もですね、私、パッキー小林と、ジョニー・リコです。リコレ、レッツチャック・ラフネックス。やっぱ、ワカンダよりさ、こっちの方がいいよね、俺はね。まいあ、やはい。ということで、今日はですね、ポール・バーホーベン監督の大傑作、SF アクション冒険映画、スターシップトゥルーパーズをですね、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ということですね、今週は、宇宙人祭りということでですね、今日その一本として、スターシップトゥルーパーズを選んで語ってみたいと思います。よろしくお願いします。宇宙人なんで、宇宙なんです。宇宙で、戦争？宇宙人宇宙人祭りでなすよの？ね、今これね。そのうちの一本ですあ、はね。い、わかりました。はい。もうなんと、97年、アメリカ公開映画でございます。古いね。25これ年？ね、25年、これ。いあ、やー、あっそう。という間そんだな前ですか、ね。これ。俺2ははありだましかたけど。ら、どうなんだろうな。新所沢の映画館にいた頃に、その映画館で見たのかな。まあまあ、ね。もう俺の会社のね、その映画館の周りでニヤニヤしてるのは俺だけだったよね、なんかね。バーオーベンってスターシップトゥルーパーズって。まあ、とんでもない映画だったよね、これね。俺、ぶっちゃけ本音言っていいですか、これ。どうぞどうぞ。ロジャー・ヤングって聞くまで、宇宙の選手と全くつながりが分かんなかったんです。スターシップトルーパーズっていうのが、もともとの現代だって、全く知らなかったんですよ、俺。これ見るまで。ああ、なるほどね。あれがこれなの？とかって思っまあ、それて。はね、そう、宇宙の戦士のね、それがやっと実写で見れるっていうふうに、俺とか思ったんだけど、まあ、大ちゃんとは違う意味で、これが宇宙の戦士かっていうね、びっくりはあったよ。僕のとか、まあ、バッキーさんもそうでしょうけど、最初にほら、その映像化って、多分アニメでしょ？そう日そう、日本の本のね。ね、4巻、4角田話ぐ博らいになったやがつね。主題歌、ね、主題歌歌ってたあれですよね。あれのイメージが強かったが、もちろんもちもちろんろ僕原作読んだことない、ん。原あれっ作てあるか。80年代ぐらいだっけ？宇宙の選手のアニメって。そうですね、そうですね、そうですね。あれソフト化90され年な行っいてね、ない全でし然。ょう。ビデオで、ね、VHS レーでザー終わディりスだクよとビね。デオで終おわしりまいだよでしたね。ね。でも最初テレ東でやったんですよね。ええー、ああ、それ知れ。らないビデオな。出何たが起こったの？後。ビデオ出た後。まあ、あれは面白くなかったけど、正直言ってね。ただ、一応原作から受けてるイメージとしては、まあ、それなりにやってくれたよね。あと、いろんなね、アニメの中でコンバットアーマーとか、なんかもう、なんか、ああいう、これね。ガンダムじゃない装着する感じの、スーツ系の、本当の。いあや、そこがね、まあ、すごい本当漫画とか、あそこら辺流行ったもんなんかね。朝日ソノラマから出てた宇宙の戦士の扉へのスタジオのようなあれが動いててましたからね、だってね。で、あれがね、だけど、やっぱりちょっと不満があったじゃん、なんかちょっと見たらさ。ありましたね、ありましたね。確かによくできたけど、これだったらバグを相手にするんだったらブルージェンダーの方が面白いなとかね、後々ね。いや、虫まあ、だ、アリエ虫さをん殺せも、って言っいちゃやういや、ちょ、あれはどう考えても、この映画の影響でしょ、だって。だから一応、劇場公開の、この映画作る前も、なんかこんなの考えてたんでしょ？いや、公まあ開ね。兵みたい一な。応なんか考ね？えたけど、なんか顔が映んねえし、なんかめいいや、みたいな。なんか、俺が描きたいね？のそれじゃないし、みたいな。いや、もう、僕ね、これ、本当にね、俺映画館はもう行ってなかった、行ってないな。これ行ってないな。だってこれ、ジュラシックパークの後ですもんね。フィル・ティペットがバグやってるから、
だけどね、速攻で本買っちゃいましたよね、これね。速攻で本買っちゃいましたよ、これ。もう RPG がバーグスだよ、なんかね、今か言うのは。仲間に伝えるな、危険をなんか。いやー、それよりね、今ね、ちょっと見てたんですけどね、うん、これはダメですね。内容的に、気づかないですけど、バグがひどくて気づかないですけど、戦わない人間は死ねってはっきり言ってますからね。まあまあまあ、だってこれ。もうね、だって、義務を果たさないとはダメだって話だから、ね。いや、そうそうそう。生きてる資格ないってもう、マイケル・アイアンサイドのラズジャックが冒頭から言ってますもんね。うん、俺でびっくりしたのが、戦わない人には人権なんかないんですってデニス・リチャーズが言うけど、あなたその後、元の旦那さんに暴力振るわれて離婚したよね、とかって思って。違うよ。核物理学者になって、007と活躍するんですよ、これ。なんか。だから、あの頃 DV がひどかったんでしょ？で、おっぱい放棄しろって言われて、だって、放棄したら暴力振られてたんでしょ？まあ、ひどいよね。いろいろね。ちょっとなんか、彼女自身もちょっといろいろひどいこと言われたけど、まあね、なかなか歪むよね、そのことプライベートされたらね。いくらなんだって。まあ、けど、これはね、まあ、もともと原作に、もうあることだからね、その全体主義って軍国主義的な発想はね。あれロバート・ A ・ハインラインだっけ、うん、ジュン選手ね。そうですね。そうですね。だけど、あれをね、原作読むと、まあなんかもっとそれ、硬い感じで、なんかもうこんなね、お祭り騒ぎの感じではなくて、もう、それが当たり前だろうって言って、もう淡々とやる青春、まあミリタリーって言っても、まあ青春もんだったりするんだけど、うんうん、バーホーベンは完全にもうね、お祭りの、いやーもう、なんかやっぱ国のためにこうやって死ねって言ってるやつ本当にもうクズでバカだよなってことを思いっきり軍人になろうって言いながらもう思いっきりバカにするって彼の中の中で国家とか軍人って本当に愚かな奴らだってことをバンバンやってくれたからね、だから何人死んでも10万人ですよ最初の戦闘でだって10万人ってちょっと待ってよ、どんだけ人いんだよって話じゃないですか。だってまあね、地球規模で動員してるからね、だってそもそもロジャー・ヤングの環境が吹っ飛ぶ環境なの、てっぺんが隕石に当たって吹っ飛んであれ多分相当死んでますよ、ね、死んでるよね、ふう危なかったで終わりにしてるけどね21区画閉鎖とかって上向いて言ってるけど、あれ人すげえ死んでんじゃねえのいやもうね、本当に初めて時バカかと思ったからね、いや調べろよと思って朝日社に言ったねほいで、ユニコとか言って、女館長が、情報部のミスだわ、これは重大な、いや、調べてねえだろって話じゃないですか。いや、見てて、まあ、本当穴だらけだから、そこら辺も本当にね、まあ、後々、まあもう、アメリカずっと戦争してきてるじゃん、なんかもう、本当に。ね、中東のあたりだから、まあ、本当になんかみんなこうやってバカかって言うけど、言えば、蓋開けたら、やっぱり、もうこんなね、いくら頭がいい連中が、これがもう正義だって言っても、うんうん、バカなことやるんだよっていうのは、バーホーベンの第二次大戦の経験に照らし合わせても、うんうん、結局全然変わらないってことだよね、なかなかね。国家が、ね。ここが、なんか、昔でしたけど、テレビでやってたんだよな、多分な。深作さんもこの人とだから同じような経験してるんですよね。だから、バーホーベンのこの血みどろの、兵隊の死体がバンバン転がってるって、本当に実際見てるんですよね。子供の頃ね。爆撃かなんかあった後に。それで、それを見、それの片付けをしてたっていうのがバーホーベンですか？なんかその死体を、なんか、どっちだっけ？深作さんかな？だから深作さんも爆撃の後に血まみれの死体をこういう散乱してるのを見てるっていうの。だから、なんかね、党の余罪問わず同じような経験してる映画監督さんがいるんだとかって思って、まあ戦争はね、なんかもうここ最近であれだけの大量の人数人が同じような経験をできた稀有な共通体験だからね、あれはまあアメリカとかそういう一部の国はまあ除くけど、でその表現してるその人間のエグさって意味ではほら、まあ、深作さんはそこまでその、血みどろじゃないにせよ、まあ、えぐいって面に関して言えばに二人とも似てるじゃないですか、その、人間って、ちょっと愚かしいみたいなとこをやるってとこに関してはですけど。
だからそ、あ、そう、やっぱそうやって同じような経験すると似るんだなとかって考えてることが。で、あとほら、うん、女の人に対して容赦ないでしょ、やっぱりほら、二人とも。ちゃんとあれじゃん、なんかもうラグビーボールとかね、なんかこうやってバイオリン与えて、よし、休めってやるじゃん、こうやって。20分やる、ね。あれね。あの、20分だって、マイケル・アイアンさんとか言ってる、ラズチャックが言ってくれて20分やろうって。今ね、ちょうどね、ラズチャックがね、さっき出てくる時のね、あの、パーって出てきて、うちの隊長だっつって、蹴れっつってやると、このあれ、パーって後ろもする、あれ、どっかで見たことある、あ、パッキーさんだ、とかって思って。やっぱね、やっぱザ・ノイジーズのマイケル・アイアンサイドですよね。もうね、あんなトカゲ宇宙人と戦ったりとか、そういうのできないからなんかね、本当に。あの、いや、あの、狂気の部分。炸裂弾かなんか入れたイングラムかなんかでこうやってなんか、あの V で戦ったよな、昔。もうよくよく考えると、ほぼほぼ軍人ですもんね。マイケル・アイアンサイドね。いいよ。これはもう最高だよね。もう前にもね、もう大ちゃんとかから言ったけど、やっぱさ、ちょっと、あの、左肘がさ、まあもともとあの、左手がないっていう設定で先生やってて、その後リコたちが戦争行ったら、その後、まあ、先生が実はまたなんか、あの、フルーツはもう古参兵としてなんか、あの、自分たちのグレン隊率いてこうやって最強の兵隊を率いてる、まあ、隊長だよね。なったけどさ、やっぱもう左手のサイボーグになった手がガーンって出てくるところがさ、もう最高だよね、あそこね。もう、本当にさ、前も言ったけどさ、ギュッて。そう。ギュッて。で、前も言ったけどさ、本当にあの、トータルリコールのさ、うん、腕がぶっちぎれた後にさ、あれが来るからさ、わあ、腕が戻ったみたいなさ。いや、だから、あの、役者さんも被ってんじゃないですか、トータルリコールと。あの、それこそね、基地の司令官だって、あの、ミュータってやってた人だし。で、あの、将軍バカ将軍が途中で出てくるんじゃないですか。あの、バカ将軍だって、テロリストチームのリーダーのあの、クワトーって、ね、ここに胸の中いたあの人だし。うん、だから、いろいろあの、ね、前回とちょっと役者、前回なの、一個前なんですよね。トータルリコールが、あ、一個前じゃねえか、ショーガールの後だから違うのか。まあまあまあ、で、いずれにしろ役者さん被ってるから、ね、あの、本当に、なんつうんだろう、騎士官じゃないですけど、そうでもおかしくないんじゃないのって思う、この感じがね、あのね。いやー、これはやっぱね、しかもあれだからね、もうむっちゃお金かけてるから、あの、うん、まあ、絵作りが本当にあの、バカっぽいっていうか、作り物っぽい感じで、全部やってんだけど、うん、いや、やっぱバーグが本当にあの、なんだろう、無人になったあの、なんだろう、中、あの、まあ、砦だよね、整備劇で言うと、うん、あそこにあの、ね、ものすごい数とか出てくるところとか、うん、まあ、ね、あの、4K のあれで見たらあれかもしれないけど、やっぱ絵作り的にはこれすごいクオリティだよね、これね。いや、だって当時、だから、これフィル・ティペットがだから、ジュラシック・パークの後にやってるでしょこれだって CG、うん。しかもオール CG ですもんね、あのシーンは。うん、あ、ていうかバグのシーンはオール CG ですもんね、だってね。そうね、襲ってくるとか、ね。だから、うん、うん、しかもデイシーンであんだけ、で、しかも合成っぽく、人間と並んだ時に全然合成っぽく見えないってやっぱすごいっすよね。あれすごいよね。まあ、ちょっとね、前も言ったけどね。あの別の回で言ったけど、本当にあのスペースバトルシップヤマト最後のところをして、このあたりをちゃんと参考にしてね、いただきたいわ、本当に。まあ、あと、これを見て、あの、作品としては大好きなんだけど、そうか、日本で頑張るとレギオンか、みたいなね、なんか、いろいろ。まあね、まあね、でもレギオンの方が先でしょ、全然だって。全然先だから。いやいやいや、だけどさ、やっぱりちょっと、ね、圧倒されちゃうじゃん、こういう絵作りになっちゃうと。いや、まあ、だからね、着ぐるみで、とかね、その模型でやるしかなかったものが、やっぱりこんだけ CG で表現されちゃうとね、そう。逆に、うん、今思うんですけど、だってこれに追いついてないやついっぱいあるじゃないですか。まだまだ、まだまだ、うん。やっぱこの人間を CG にしちゃうと途端にちょっとあれですよね。あそこのそのバグと絡んでアクションするときに、その飛んだり跳ねたりする人をあれを CG にしちゃうと途端にやっぱ嘘っぽく見えちゃいますよね。やっぱね、うん、それはそれでね。いやー、でもやっぱり、これは、なんか、
気合、やっぱ絵作りに関してちょうどいいタイミングだったかもしれない。なんかね、CG うん、とだいたい、ライブアクションそうもやそうらそうないといそうそけない時う。代だったから、今で、はも逆ちにろん、多分、ミニチュアも全部混ざってますからね、宇宙船とだからかはね、いいだか塩ら梅だね。よね、スターシップトルーパーズ。今はもう多分な、人間の挙動に関してもなんか多分なんとかエンジンとか多分あるはずだから、そうですね、そうです逆にね。一生懸命クレーンとかワイヤーでつってなんかライブアクションするぐらいだったら、まあもうなんかもうその時はもう人もあと相手も全部 CG みたいな感じが今からできるからね、多分ね。いで、や、こあんとな、な多んか分こんなね、グランドキャニオンだかどこだかわかんないですけど、こんなロケ地行かないですもんね。多分スタジオでやっちゃいますもんね、これね。もうちゃんとね、死ぬところもちゃんとみんなやってくれるからさ、なんか次々と。しかも本当にやっぱバーホーベンがやっぱすごいのは、いくら死んでも何一つ俺たちにとってなんかこういった悲しいことはなく、ただただ笑えるように思える。で、見終わった後に、いやー、なんか大笑いして自分も含めてバーホーベンは狂ってるな、みたいなね。だから、なんていうんですか、印象に残んないって言ったらあれですけど、わざとそうしてますもんね、このい人、やいや、もう本当にね。そう。もうだから、やっぱり、あんまりひどいことが続くと人間って笑うんだなって俺思うんだよね。まあ、俺は会ってないけど、やっぱ、中東でね、やっぱりなんかアフガニスタンとかで、あそこでこうやって行った兵隊さんの、爆弾処理班の、手記とか読んでると、本当に緊張の連続で、人が、なんか、やっぱ普通に簡単に死ぬ瞬間見続けると、本当になんだろう。なんか、もう普通の人間からすると気持ち悪い状況であっても、なんか突然爆笑するみたいだから、なんかね、綺麗に、なんかね、爆発かなんかで、なんだっけな、綺麗に履き揃えた足首が入ったままの靴かなんかを見つけて、それでその後もう笑っちゃって、もう全然もう止まんなかったみたいな。もうなんか、それを思い出して、いやー、もう本当に頭がちょっとやっぱりおかしくなったんだな、俺みたいなこと書いてあるようなやつが一回読んだことがあるんだけど、まあだけどなんか実際そういうの見てきてる人だから、なんかそういう感覚があるのかもしれない。あんまりひどいことがいっぱい続くそと。れに近いことは書いてましたね。もう毎日のように、弟と一緒に、そういう現場をずっと見てたから、もう、血まみれで転がってる死体が物にしか見えなくなったみたいなことを、これで書いたっていうような気がするんだよ。なんか多分ですけど。まあ日本だもからね、まあさっきのなんか東京は空襲するのは当たり前になったぐらいから、最初はうわーって人が死体が転がってるとあれだけど、まあ戦時中のその人、一般の人たちの日記とか読んでても、まあ途中からだんだんとそこら辺に転がってる瓦礫とか木と多分同じ感覚になってくると書いてあるからね、それはね。もう慣れちゃってなんか、最初はなんかまして、もう、多感な子供の時期に見ちゃって、そうやって麻痺しちゃうと、もうあれなんでしょうね。いやー、もうだけど、やっぱもう本当にスターシップトルーパーズは、もう息もつかせぬ、あれだね。本当に人間参加じゃないんだ、これは。本当に虫と同列に描きながら、もう本当にどっちもどっちだろうみたいな、なんかね、本当に。で、なおかつ、どうでもいいことで、なんかこうやってなんか、なんか、なんだろう。大義っていうか、こうなんか言い訳ができればいくらでもひどいことする人間。なんか本当にすごいギャグ映画だよね、これはね。本当に。あと、なんか、やっぱ、どんどんあれだよね。今、ちょうどこれから収録してるところで、ロシアのところで、もう国民即時、招集って、どんどん軍事しますよってやったけど、やば、もう本当に、まあ、この時もね、多分、どっかの国に関しては、スターシップトルーパーズ見て、全然笑わない人いたと思うんだよ、なんか。ああいう世界を見てるときにだっさ。てなんだっけ？ツイッターで流れてるのが本当か嘘か知んないですけど、この24時間で国外退去してる人がすごいんでしいっょ？ぱいとかね。ロシアね。だけど国外退去してる人なんてお金持ってる人だけでしょ？だって。でもできない人はもうね、待つか、あとね、嘘か本当か分かんないけど、戦争反対デモやったらすぐ捕まったらすぐ戦地行かされるってさ。なんか、そういうのも言うと、本当にバーホーベンが、まあ悪夢っていうか、ギャグとして描いてた、まあ、ギャグとしてまだ止められるような時代に作った悪夢のようなディストピアが、いや
本当にもう目の前に来てるんだなっていうのがね、本当に先い見や、明で眼もだったっていうかね、ね。いや、ほら、湾岸戦争はあったわけじゃないですか、この時って、もう。だからもう、やっぱりほら、結局時代のもんだから、映画って特にね。だから、その時にあったものを、それこそ何倍にもね、面白おかしくして、派手に派手にとか、バカっぽくした結果がこれなんでしょうけど、まさか監督だってね、もっとバカになるなんて、当時多分考えてないと思うんですよね。もうな、結構、人間ってもっと利口だって思ってるだろうからね。まあ、もしくはだね。からこういうのって笑ってくれっつって、笑ってくれとかバカにしてくれっつって作ってるんでしょうか。もともと、それはロボコップでも何でもあの人の作るやつってみんなそういう感じしますけど、ただ、やっぱりこれだけ 世界がバカっぽくなっちゃうと、ちょっといね、やもう特に本当アメリに、カ、もうなんかもうね、アメリカだってあんなにデモがこうやって議事堂を占拠するなんてことは思ってないし、で、ね、もうロシアだってね、もう本当プーチンが、もう国民皆さんみんな、もう私たちがもう欲しいって言ったらすぐ兵隊になってくださいっていうことがなったりとかさ、もう日本だってね、別にみんな嘘だと、お前絶対あれやってるだろうって言ってるのに、やってませんって言ってると、捕まりもしないでずっと、で、みんな反対しても粛々と変なことが行われるでしょ？いやもう完全にあれだよね。ロボコップの中に流れた、まあスターシップトルーパーズもそうだけどさ、途中途中で流れる CM のせとかニュース番組の世界、そのまんまだからね、みんなおかしいと思ってるんだけど、もうテレビではもうそれが当たり前。でもおかしいと思っても、おかしいこと、仕方がないっつってみんな不平気でやれるような世界ね。いや、だからまあ、昔と違って本当に怖くて笑ってるんだよ、俺、みたいなのね。ああ、ギャグになったんだな、みたいな、現実が、みたいな。いや、だってこれが笑えるのは、だってそんなことねえよっていうのが の言えがてないとからでね。すからね。いや、言えたまあ、からです。本当に、それが言えた時代だったから、何やってんだよって言えたけど、だけど、今は、いや、何やってんだよの方が、ねえ、だって、まさかバックトゥーザフューチャー2で、ねえ、ビフタネンのモデルになってたあれが大統領になるなんて、多分20、30年前なんか誰も考えなかったわけでなしかったょ？もんだっだって、て。いやだってもうレーガンだって大統領になるなんてみんな思ってー。いや、なかったまあからね、まあね。ね。あんなハリウッドのバカっぽい売れねえ役者が大統領なんかなるわけねえだろって言ってたんでしょ？だって当時はね。昔はね。まあバックトゥーの中でもそういうネタあるけど、いやー、まあこれはね、本当にもう唯一無二ですね。まあ、2、3にはどうかっていうのはちょっとあるけど。でもね、2は2で、お金かかってないからこそのやり方で、まあ、これはこれで、なんかうまくやってますよ。ただ、問題はこっちの方が、ねえ、みんな期待したでしょ？マローだっダー、て、マローダーだっ初めて出てくるって言って、出てきたじゃん、ちゃんと。いや、出てきたけど、出まあ、て出きてたきけたど、けなんかど、これにフィギュアついてたけど、いや、そういうんじゃねえよとかって思ったじゃないですか、もうね、本当に出てきてくれたのはいいんだけどって言って、もう本当にぼんやり見てたの覚えてるよね、3はね、本当にね。いや、スリこれーはじゃないんもう、だよって言って。唯一テンション上がったのはジョニー・リコだったとこだけですよ、だかまあ、なったら荒牧さんが作った CG の方がね、まだ、ら。見やすくてね、あれだからまだ見やすい感じがね。ちょっとね、でもね、なんかね、今回ほら、それももう一回見直そうかなと思ったんですけど、あれは違うなっていう、なんか僕の中でですよ。ねえ、僕の中ちで、ゃんとリコが帰ってきてるやつだからね、いや、リコっまあ、て。声優もだって、ジョニー・リコ、やってあの人がやってらっしゃいますからね。だから、あとね、これね、だから、これの吹き替え、ジョニー・リコの吹き替えやってる、これのソフト版ね、ソフト版の吹き替えやってんのは、首吊って亡くなった田中実さんって、パキさんの大好きな、宣戦布告のスワットの隊長さんですよ。部隊長さん。発砲許可下ろせやっつって怒る人ですよ。あの人ね。
無名塾の中谷さんとこの人ですよね、うん、確かね。まあ、スターシップはね、まあ、実写、CG 含めて、まあ、この次に、まあ、一作目以外に、なんかちょっと楽しいなと思うのは、まあ、買ってるんだけど、あのね、アメリカで作った CG アニメが一番楽しいんだけど。あれが一番、ね、今見ると稚拙な CG だけど、なんかあれが一番、あの、まあ、あの時はあれか、パワードスーツってロボが出てくるのか、随伴兵とか、ね。そうですね。そうです。まあまあまあ、強化宇宙服みたいな、まあ、中間みたいなやつでしたよね。うん、あれが一番よくできてるんだけどね。いやー、まあ、だけど、本当に、スターシップトルーパーズは、なんかいろんな意味で昔よりまたあの、多分、楽しめるんじゃないかなって、世の中がね。もう、ロボコップもトータルリコールも、あの人のバーホベンの持ってるセンスのバカ、うん、現実抜きてることを本当バカだろうって、なんか作ったら、うん、現実がそっちのバーにちゃんと近づいてきてるってことね。この今また昔と違うまたギャグが、また一味ね、加わってるんだからね。まあぜひね、ちょっと見ていただければと。でもね、みんな、あれですよね。若い頃はそう思ったんですよ。20分あったらできるわって。20分あったらできるわって。20分やるって、マイケル・アイアンサイドが。10分で行くぞって。20分やるって。いいじゃん。もう映画見た人はみんな分かってますよね、20分。そうそうそう。いや、だってね、あんなにあの、ずっともう好き好きでやってくれた、あんな戦ね、一番あの、汗だくで嫌われる兵隊になってくれたんだから、もうそりゃ。しかもね、遠くの方は、ね。考えてみてください。あそこでセックスしちゃったから彼女は死んじゃったんですよ、だから。それはね、やっぱ、あれだね、ベルサイユのバラ、オスカルショックだね、あれはね。そっちなの？そっちなの？あの、映画の中でセックスするやつは殺されるってそっちじゃないの？いやいやいや、俺はどっちかっていうと、ああいうお約束はやっぱオスカル、ベルサイユのバラだよね。あの、思いっきり好きで好きで、本懐を遂げるとその反動でってやつですよね。うん。バラはバラはって。志賀喜太郎の中だね。うん。あ、途中でこれ変わるんだっけ？まあいいや。はい。え？そうだっけ？まあそんな感じでね、ちょっとスターシップトルーパーズ、まあ非常にあの今見ても楽しい作品だと思いますんでね。まあね、ディズニープラスで見れますからね。ただし人は選びます。はい、ということですね。いや、そうかな。いや、そうかな。これはディズニーで見れるんですよ、パーキーさん。だってディズニーで。ディズニーの頭おかしい人がやってるあれなんだこれはね。まあ、いや、もう確実に人は選ぶよ。ゴアシーンのね、ところに関しては。いやはい。はい。ということでね、スターシップトルーパーズ、ポール・バーホーベンのね、スターシップトルーパーズをして、簡単にまあ感想を語っていましたんで、ぜひぜひご覧ください。で、今ね、こちら非常にほぼ止まってる状態ですが、今ね、無謀にも1万人登録者目指して頑張ってるチャンネルですので、ぜひ動画の、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、どうも。ありがとうございました。ありがとうございます。コメントも待ってます。